次、森保ジャパン、キモナウェイサウジ戦を2得点で完勝してしまう。日本の強さに引いてる。今までアウェイサウジに勝てなかったのが嘘みたい。日本代表進化しすぎでしょ。小川のヘッドでセットプレイから点取れたのいいね。中国戦の遠藤といい、コーナーから点取れるようになってきた。時間の問題のところあったけど、マジで日本のコーナーすごく良くなってきてるな。小川後期的にはすごい嬉しいだろうね。このまま最終予選全勝できそうなくらい強いんだが、あとはインドネシアが少し不気味なくらいか。個人的な MOM は森田。攻守において素晴らしい活躍だった。いやー、ザイオンめっちゃ良くなってるじゃん。危ないプレイがほぼほぼなかったし、いいセーブもあった。ザイオンはセリエ A スタメン GK だからな。アジアカップからかなり成長してると思う。終盤にはサウジが疲労で足止まってるっていうね。アウェイサウジで2点取って勝てるとは思ってなかった。勝てたとしても1点差の接戦だと思ってたんだが。サウジのアウェイでもここまでやれてしまうのか。ほとんどチャンス作らせてないよな。日本強すぎる。久保と中村が88分から投入されるという事実。選手層厚すぎてびっくりするよな。普通なら2人ともスタメンクラスだからな。ほとんどチャンス作らせてなかったね。シュートもそれほど打たれてないじゃなかろうか。とにかくザイオンの成長が素晴らしい。セーブするし危険な時は繋がず蹴り出すし、とにかくセーフティにプレイすることができたと思う。森田がやっぱエグいと思ったな。全体のバランス取りつつ攻めに参加、さらにはサウジの攻撃の目をつむ。古代リーグビッグクラブでやれる実力あるだろ。かなりポジティブな勝利だった。さすが歴代最強の日本代表だね。